知的障害のある人とその家族にとって孤立、隔離、排除といった言葉は新しいものではありません。しかしインクルージョンに向かって私たちは新しい課題に直面しています。世界的な金融危機とそれに続く緊縮政策が一人一人、家族、そして地域に対して大きな影響を与えています。地域を維持する社会インフラへの投資が減らされることによって、すでに地域社会において弱い立場に置かれている人や家族にさらなる影響があるのです。メッセージははっきりしています。私たちは支援提供の方法を根本から再構築し、より力強いインクルーシブな地域を作ることに焦点を当てなければなりません。本人と家族は地域に住むこととインクルージョンされることとはどういう意味を持つのかについて分かりやすいビジョンを提供しています。選択、支援、インクルージョンです。より力強くインクルーシブな地域を作るための道のりも提供しています。国際育成会連盟にとっての世界的な運動の課題は、この新たな道のりに沿ったリーダーシップを提供していくことです。